東方祭荒尾聖先生の石踏み、京都市さ京区熊野若王子神社前、空虚近くの地東方祭荒尾聖先生の石踏み、説明文荒尾聖から1896年10月30日は、日本の陸軍軍人、日清貿易研究所の設立者、日清戦争の最中、耐震意見、耐震弁乱りを表し、新国に対する領土活動要求に反対した。 日中提携によるアジア保全を唱えた明治の尖閣者である。尾張藩士、荒尾義純の長男として、尾張国尾は島に生まれる。陽名は一太郎、本名は義行。後に、東方斎とこうした。1878年、陸軍共同団法陛下に入学。さらに、陸軍士官学校に入り、熊本府評連隊に赴任。1882年12月に、 同行卒業後は、不評第13連帯付けとなる。1885年、陸軍参謀本部品部付けになった。1886年、参謀本部の命を受け、情報収集のために、中国に赴任。岸田銀行の援助を受けて、観光楽善道を運営、大陸調査活動の拠点とした。1889年、観光楽善道の活動を終え、帰国。 2万6004からなる副名書を参謀本部に提出した。1890年9月、上海に日清貿易研究所を設立し、日中貿易実務担当者の育成に着手。日清貿易研究所は、彼の死後設立された東亜同文書院の前身となった。1893年7月、予備役に編入となる。1896年9月、台湾で、 ペストにかかり死去。現用者の遠山光は、荒尾の死後継ぎのように語った。世は大いに荒尾に惚れておった。ことわざに五百年に一度は、天根偉人をこの世に下すというとあり、常時最も偉人を思うの時に荒尾を得たのであるから、この人は、雨がしたせし偉人その人ならんと新ぜしくらいに、警護しておった。彼の事業は皆その姿勢より発し、天下の暗記をもって一人自ら認知。 日夜務としてその心身を浪し、多大の困難進刻をなめ、ますますその志を励まし、その信ずる道を楽しみ、こうも一心一家の指示を顧みず、全力を傾倒して、東方大局のため二癖し方向献身の精神に至っては、実に、慶福の外なく、感謝に耐えざるところであって、世の巧妙利欲を、おもとし、まちまちたる、聖徳層に、アクセスするやからと、 全くその線をことにし、誠に、偉人の器を備え、大成合以後の人血たるを失わなかった。彼の特防、指揮権、要望、いずれも、偉人の風格を損し、凛子たる威風のうちに、この人ならば、必然東亜の体系を定め、純子としてその主義を世界に普及し、すこぶる構成を疫するの興業を成し遂げペシと、信じておった。しかるに、絶大の豊富経輪を有し、 特防指揮権ともに長本税群なる、この人にして、中途に、正居戦とは、身に思いもけざるところであった。彼の死するや、根津はあまりに賞を送り、この時においてこの英傑を奪い去るとは、天は、何の意図と、非常に痛恨の意を漏らしたが、世も、必須の根治として真に同情に耐えなかった。世荒尾を信じ、かつ警護をしたるは、実にこのくらいであった。荒尾の数計しておった人物は、 三代頃の人物では、夏のウオウなどをしたい。日本では何州を警護しておった。ありがとうございます。